の浸透力で届く。そこから美白、シミを防ぐ美容液 UV の富士フイルム。ワンダ。できました。ワンダ極み。朝日飲料。何？割引シールが貼られていて。お客様の貴重なご意見受け止めるばかりの浮上キットでございます。口うるさかった。なんか意味あり？保証ある？はい。警視庁捜査一課長。木曜夜8時。パリで注目のシェフパティシエが新しいゴールドブレンドと出会った。他のブラックコーヒーとは違うフルーティーな味わいに驚きますよ。新ジャンルのゴールドブレンド、香り華やぐの誕生。事実、幅広ヘッドのザ・プレミアムケアなら磨き残しが少ない。用途に応じた3種類のブラシが隅々までくまなく磨く。歯ブラシの常識を変える、エビスのプレミアムケアシリーズ。エビス。私には雪村さんの辛さは分かりません。分からないけど、分かるための努力はやめません。私はどうせ死ぬんだって雪村さんおっしゃってましたけど、亮君がいるのに本気でそんなこと思うはずない。この安さが嫌だって言いながら、それでも治療に立ってるのは行きたいと思ってらっしゃるからでしょう。亮君のために。不安だと思います。苛立つこともあると思います。その時はどうぞ私にぶつけてください。それで雪村さんの治療が進むなら、私は全然平気ですから。体温計を。少しうねって上がりましたね。ごめんなさい。ごめんなさい。こんなに嫌な感じなのに。いいお母さんです。雪村恵子さんのオペの日が決まりました。今月の7日午前10時に開始します。このオペはリレー手術になります。まず僕が空気を使って入門部にある胃がんの原発層を切除、そしてその後森山先生に肝臓の転移層を除去していただきます。了解。いよいよデビュー戦ですね、森山先生。見せてください。テキサス仕込みのスーパーテクニック、応援してます。チーム森山ですから。どうぞ。
俺にプレッシャーかけてるつもりか、タバル先生。嫉妬し、森山先生が第一助手。関節所に入ったら嫉妬は森山先生に変わる。僕は助手につきます。よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。録画したのよろしいですか？俺はアップで撮ってほしいな。では、始めます。戦後教授についていたら皆さんにも厳しい現実が待ってますよ。乗り換えた方がいいんじゃないのかな。松田教授に。だってあの人は誰かに責任を押し付けたりするような人じゃないでしょ。オペ中に患者さんが亡くなったとして
血準備をお願いします。はい。思った以上に出血が多いな。先生、血圧は問題ない。僕まで打席回してくださいよ。佐藤先生、原発層の含め体を投与しますよ。それでは開票を始めます。戦国大門。戦国大門。では、お礼の説明、お願いします。始めます。お願いします。監視。取れた。あ、出血ですね。アクリルが止血できてないんです。止血できてない。森山先生、大丈夫です。止血にこだわっても痛みに出血を増やすだけです。早く切除した方が止血も簡単になります。そのまま続けましょう。腫瘍剥離炎から出血が続いて、最終的には出血なので出血死。出血死。患者の右目と貧血があります。早く決断しないと。
ンビ結成からついに今年で30年でございます。まあいろいろありましたし、うん、これで一つ人生も見直してみようかと思ったわけです。おお、人生の見直し、うん、もうそれでどうするんですか。見直してみました。うん、生命保険です。見直してそれで、ね、そんなに簡単にできますか。ライフネット生命ならできるんです。しかもスマホで。無理でしょ、スマホで簡単にって。いやいや、ライフネット生命ならできるんです。おお、じゃあ見積もりからやろうよ。じゃあコンビ結成30年だから30歳だろ。30歳に見えます。見えない。じゃあ30歳とね、1989年で完成。はい、出ます。この金額？そう、ネットですから。人生に大切なことを分かりやすく。ライフネット生命。僕の年齢だとこれくらいね。皆さんもぜひ。なんで今の緑茶は茶色なんや。あら、あなたやっと緑になったのね。やるじゃないの。入れたての緑、入れ物。雪村さんは僕たちを信頼して命がけでこの手術台に上がったんです。我々ドクターは患者さんの信頼に応える義務がある。Thank you.
3両。あれが全て戦国票だったら戦国教師が逆転する。戦国大名。いや、次は石じゃないよね。これ右ですね。どうして？気持ちいいでしょ。有効法です。戦国大名。繊維岩と書かれています。繊維岩？誰がこんなもの、どんなに間違いをするの。残り一匹ですよ。あれが戦国票なら同点で決戦投票か。線左と書かれています。線左。これも向こう。もう一度組みろ。開票の結果、生徒大学医学部長は松田義雄先生に決定いたしました。